LHS は、クライスラーが製造、販売していた自動車である。初代、LHS は1994年に、クライスラーコンコード、ダッチイントレピット、イーグルビジョンが発売された1年後に発売された。LH207 は、クライスラー LH プラットフォームを 127mm 延長したボディを使用しており、インペリアルにとって変わるクライスラー車のモデルの中で、 最も大型で高価なフラッグシップ車と見られていた。ホイールベースはすべての LH カーで共通であったが 127mm 長いボディのおかげで後部座席の位置をさらに後ろにずらすことができた。これにより LHS は BMW やメルセデスベンツのロングホイールベース版の L モデルと似たリムジンのような鉱石の空間を確保していた。 姉妹車のニューヨーカーもニューヨーカーフィフスアベニューとニューヨーカーサロンの後継として生産された。1994年からのこれら3種のクライスラー LH カーは中央のツーリングサスペンションを備えていた。コンコードはクライスラーブランド内でフルサイズ車のベースモデルとみなされていた。5人乗りの LHS は その対極に位置するクロームで飾られた姉妹車のクライスラーニューヨーカーとは、前席のフロアコンソール、床から生えるシフトレバー、上等な内装とスポーティなイメージで住み分けが図られていた。ニューヨーカーは1997年モデルの LHS にオプションで6人乗りが設定されたために廃止された。LHS は1995年に些細なフェイスリフトを施され、 ペンタスター型のバッジが現在のメダリオン型に変更された。クライスラー社のモデルラインの頂点に位置するため、LHS では、姉妹社ではオプションでしか取り付けられない多くの装備が標準で付いていた。これらの装備には 3.5L イングジ型24、バルブ V6 エンジン、ボディと同色のグリル、ドアミラー、褐色品やトラクションコントロールシステム、アルミホイール、 内蔵フォグランプと 8W 電動調整フロントシートが含まれていた。ニューヨーカーと同様にベロア調の折り物シートが標準で革製シートはオプションであった。LHS の革はギャザードスタイルの折り物シートを模しており、ニューヨーカーのトラットスタイルの革よりも高級に見えるように企画されていた。LHS は1999年にモデルチェンジ。 された新しいモデルが発売されるのを見越して1997年モデルで一旦ラインアップから落とされた。前のモデルと同様に第2世代の LHS はクライスラーブランド内の最高級車の座についたがその室内スペースは多少鼻先が長いコンコードのものと変わり映えはしなかった。第2世代の LHS とコンコードの違いはごくわずかでそのほとんどは 顔つきと装備の違いに限られていた。新しい LHS と同時にイーグルビジョンの後継者であるクライスラー 300M が発売された。300M の登場でクライスラーブランドには LH プラットフォームを使用した3種のフルサイズ車が揃った。スタイリングが変更されたことにより LHS の室内は前のモデルよりも多少狭くなり、 サイドウィンドの曲率が強く屋根側に傾斜していることでウィンド上部と頭部の横の空間を圧迫していたクライスラー車は2002から2004年モデルのコンコードローキシーン LHS の前後の顔つきと内装を与えることで2002年限りで LHS をラインアップから外した2002から2004年モデルの低グレードのコンコード LX は従来のコンコード路線を維持した ありがとうございます。